おいっす、どうも皆さん、こんにちは、ハセシンです。ということで、今回はサーちゃんデストロ、久々に魔王を使ってやっていこうと思うんで、よろしくお願いいたします。さあ、行きましょう。ということで、最近ね、DLC マップの動画が多くなってきてね、楽しんでいただけるかなと思ってる。え？何これ？何これ？え？消えた？え、何今の？何今の？蜘蛛の巣みたいなやつ。まあ、いいか。消えたから。え、何やったんやろ今の。まあね、スカイジャックやっていこうと思います。まあ、スカイジャックのサーチャンデストロイは、地下とかがね、結構ポイントになってくるんじゃないかなと。え？何これ？入れるのね？タービン？プロペラみたいになってる。どうなってんの ?BO3。敵おるで？敵おるで？戦えんの？こんなんで。どうなってんのこれ。どっか行ったし。行けるのね。うでかっ。ちょ、待って待って待って。なにこれ、俺だけ。ちょっと待って、待って待って待って、やばいって。ちょっと待って待って、え、待って、なにこれ。聞いてないって、聞いてないって。なにこれ、俺俺俺俺俺、なに、しかも、ちょっとね、これあれか、画面が割れてるってことか。待って、奥に俺、奥に俺、ちょっと待って、いや、ちょっと、ちょ待って、ちょ待て、どうなってんねんかこれ大丈夫、ゲーム大丈夫、大丈夫これ。いや、バッチリ放送事故やけど。え、ど、画面割れてるよなあれ。ゲームからみんな抜けてる。これ俺だけじゃないな。じゃあみんなおかしいよな多分。え、ちょ待って、これ撃ったら画面が割れるパターンですか？割れますね。割れますね、がっつりと。うわわわわ、いっぱい割れた。ちょっと待って、これはよくわからない。どうなってんだ、BO3 が心配だ。大丈夫か、これは。大丈夫なのでしょうか、埋まってんねんけど、ドア。ドアこれ、大丈夫でしょうか、いけるのか、いけるのね、やっぱりスラッと。ここの中はがっつり貫通するということで、ちょっと待って、何これ。何これ。この中で撃っても当たり判定はあるから後ろから来てるから、こいつを落ちていく。やばいやろ。いや、やばいやろ、これ。なんで？このロビーだけバグってんのかな？わからないですけども、ぶち抜いていく。画面汚な。画面汚すぎるやろ。なんやねん、この画面。ちょ、待てと。2on4、奥におるかな？奥におるから抜いていきます。待って待って。味方後ろにいる。ああ、待てよ待てよ。ここは息を潜め、ちょっと楽しすぎる。楽しすぎる、この試合。待って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 。抜いてってからの、あと一人もおるから、しっかりと冷めていきましょう。おるぞ、しっかりと上に置いて、四角から行きたい。こんなん無理。ちょっと待てよ。無理やって、こんなん。敵がっつり見失う。何これ。いや、これバグっすよね。これバグですよね、これ完璧な。ちょっと待てよ。ちょっと待ってくれよ。どういうことよ焦る。焦る。さすがに。まあ、とりあえずグリッチも溜まってるんで、ラジコンはまだ使わずに行きましょうか。いや、焦る。おかしいな話やで、これ。おかしな話やで、ほんまにこれは。懐かしのおかしな話が出てきまして、敵がこの奥から来てくれたらありがたいんですけども。敵もこれ初期なんか撃って遊んでるっぽいな。行くか。行きましょうか。敵が多分この奥にいると思うんですよね。来ましたねー、やっぱり一枚は。さあ、とりあえず、一回引いて、体力の回復を待ちつつ、5on2 ですね。あと敵二人なんで、ちょっとだけ詰めさせていただこうかなと思うけど、この辺おるんちゃいますかこの画面の割れ、めっちゃ邪魔、ナイス、ええぞ。この試合勝とう。絶対勝とう。何が何でも勝とう、もう。やばいところや。さあ、中に敵がおる。室内中におる。おー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 、おお、どんなキルカメラやねん、どんなキルカメラやねん、おい。よう倒したな、よう倒したな、ほんまにすごいわ、それは。ちょっとラジコン使うか。ラジコンもこの試合は何でもありや。何でもありや、もう行きましょう。さあ、ラジコちゃんの伸びしろこが行くぞ。さあ、ぐんぐん行きましょう、ぐんぐんと。慎重に来まして、さあ、ゴリゴリっとね、味方に詰まっちゃってるけども、さらっと味方が敵がおるから、しっかりと敵の位置を、さらっと、そこの角におるんじゃないですか？いないということは、敵が奥に逃げていきましたね、これは。さあ、どこに行ったというのかね。
さあ、この流れで、一回外に行きましょうかー。やっぱおったか、そこら辺に、ボムは俺が取らせていただいて。さあ、大丈夫か。ここだけ見るとね、普通のスカイジャックやけど、これより一歩先に行くと、なんと、ありゃまあ、プロペラがあること、あること。センターのところ。さあ、ここの、まあ、こういうのも逆に面白いか。逆にね。逆にこの辺折ったりして、前半のファイナルキルカメラと同じ位置ら辺に、味方がやられてる、あ、地下か。地下ということは、これはもう A 設置いけそうっすね。さあ、もう落ち着いて設置していきましょうか。さらっとね。さあ、行きましょう、行きましょう。まあ、味方がカバーはしてくれてると思うので、味方に背後とか任せまして、味方がやられていく下ですよね、これ、おそらく。地下でやられたということなので、地下から抜けてこれるこっちの外周が来るよね。わかってるぜ。あと1枚。さあ、あと1枚。ナイスー！いいぜ！ 2 対2に追いついて、いい試合になってきましたね。盛り上がってきました。スカイジャック。うわ、謎いな。うわ、怖っ、この光景。ボムの位置やばい、ボムの位置やばい。お、サイコシスやばい。ちょ、待て待て。なかなかもうカオスやな、やっぱり。もうこ、すごい。なんか、何もかも初体験すぎて面白いねんけど。こんなに BO3 やってきた中で、こんなに初体験経験することある？さあ、ちょっと行くぞ。右外周からいやらしくな。さあ、伝っていきまして、さらっと敵がここら辺にいますから、こいつをさらっと抜いていけなかった！ちょっとやらかしたか？もったいないことしましたが、味方のキルカメラじゃなくて、見ていきましょう、味方の。さあ、プレイを。さあ、3-on-5。ここで味方上におるが、抜いていく。ナイス !2-on-3。さあ、大丈夫か？ボロボロのクーダパイセンの画面。さあ、こっちはローカスか。こっちもボロボロやな。これ画面のボロさは、お互い共通みたいな。あ、でもなんか、ボロボロが引いてったな。真ん中のドセンターのボロボロだけ残ってるけど。さあ、大丈夫よ、これ。あーと味方がやられてしまう。さあ、この人。どういう立ち回りを、プロペラの中に身を潜めてますね。謎の光景。さあ、なんか投げた。なんか投げた。ヒットはなし。あ、いるぞ、いっぱい。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。頑張れ。お、お、隠れろ。なんかプロペラでいい感じに。お、ナイス、セッター、ナイス、セッター。いけるのでは？お、これ本体か、惜しかったですね。これは、3対2で1本リード取られてしまった。敵リーチですね、これは。さあ、キルカメラ。なんかもう、怖いな。このマップなんか怖いわ。なんか怖いわ、ほんまに。なんかいつものやってる感じじゃないか、なんか怖いわ。おかしいもん、こんなん。いや、なんかスカイジャックボロボロなって帰ってきたみたいな感じやん、これ。大丈夫？さあ、行きましょう。さあ、ボム誰か取ってくれなさそうなんで取りましょう、俺は。さあ、この流れで、さあ、ここのセンターのプロペラの中突入しまして、一回ここで待ちますか。ここで待っといたら敵が何枚か流れてくるんじゃないかなと思うとるんですけども。味方が一人詰めてくれた。ナイスカット、でかいそれは。まあ、今回僕がまたボム持ってるので、A 設置するのもありですね。味方が結構前なんだかんだ詰めてくれてるけど、敵おるぞそこは。ナイスカット、ナイスカット、でかいそれは。上も注意ね。さあ、俺はしっかりとボム設置するけど、前よろしくね。前よろしくな。前よろしく頼むで。あと一人。敵、あと一人。頼むぜ。3-on-1やったら、これは負けられへんな。このラウンドだけはほんまに負けられへんから、とりあえず一発最奥まで詰めていこうか。最奥までゴリッと詰めていけ。ナイスー！いいぜお前ら！ 3 対3の超激アツサーチャンデストロになってしまいました。バグってるスカイジャックにて。てかこれなんなんやろほんまに。俺こういう報告まだ一回も聞いてないねんけど、このロビーだけやったらめちゃくちゃ神回やけどな。まあ多分なんか、全部の BO3 バグってんのかな、もしかしたら。わかりませんけども。さあ、やっていきましょう。ファイナルラウンド。さあ、我々の勝利に出することができるのか。スペシャリストのグリッチも溜まっているので、まあね、危ないと思ったら使っていくみたいな感じでね、やっていこうと思うんですけども、この左が、あーと、敵の UAV がここで出てきてしまったな。これは突っ込むのは危険ですね。味方が一人 SR で抜かれてしまっている。さあ、ちょっと地下の警戒行きましょうか。でも地下ばっか見てたらね、多分、右外周とか左外周、左外周は味方見てくれてるけども、右外がちょっと怖いな。やっぱり。やっぱり。UAV が何分、何秒、あ、30秒で帰るんだっけあれ、確か。まずいよ！ナイスグリッチ。いいね。ここは落ち着いてるね。さあ、しっかりと上に行きまして、裏取りしましょう。ここら辺に登ってきたら嫌なんですけども、来ない、怖いな、ここの階段のところ。とりあえず大丈夫そうですね。味方が一人放置いるんですけども、さあ、敵が一人セルフキル、これはでかいのではないでしょうか？いますね、そこにやっぱり、ぶち抜かせていただいて、さあ、もぞもぞと動いた瞬間、俺はそこを絶対に、もう標準バチ合わせていくからな。さあ、味方も死んでる。何かあんのか？何かそこにあんのか？上昇気流的なやつがあんのか？
さあさあさあ大丈夫か。味方が一人ボム解除に行ってくれてるのかわからませんけども、赤点が出てるからしっかりとこいつをさばいていく。勝った、でかい、これはかっこいい、これはかっこいい嬉しい、この勝利は素直に嬉しい。ラジコンも開くしかない、これは。うわぁわけわかんねえマジで何このサーチャンデストロイ、このマップよ。え、これなんかさ、ウィナーズサークルとかバグってんじゃん。ウィナーズサークルとかバグってんじゃん。めっちゃ気になる、ウィナーズサークルが人全員おらんとかありえるで、ありえるで。どうでしょう、ウィナーズサークル。お、お、お、特に変わりはなしだけど画面は割れている、人はいる。ということで今回のこのバグサーチ、楽しんでいただけたかなと思います。少しでもね楽しんでいただけたらぜひ高評価よろしくお願いします。高評価のね数とか結構動画投稿のモチベーションにもつながるのでぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録もねまだしてないという方はぜひこの機会にチャンネル登録もやっていきましょう。ということでね、失礼しますいや治ったらいいですね、ほんまに。